皆さんはホラー映画はお好きですか？思わず目を背けたくなるようなシーンの連続で本当に怖いですよね。でもそんな怖いホラー映画もオリジナルのストーリーばかりではないのです。中には実際に起きた話を元にしたホラー映画も数多く存在します。皆さんこんにちは、星真奈です。今回はホラー映画のモデルとなった実際のお話をご紹介します。1. 正体不明ゼム、2006年。物語の舞台はルーマニア、ブカレスト郊外の静かな町。ある夜、寂しい夜道を走っていた親子の車が突然飛び出してきた何かを引きそうになり、木に衝突してしまう。そして異様な気配を感じ、警察に連絡しようとした娘もその何かに襲われ殺されてしまい、というミステリアスなストーリーなのですが、これも実話をもとに制作されています。休暇を取り、チェコ共和国を旅行していたオーストリア人カップルが3人のティーンエイジャーにより残虐に殺害されたものの、逮捕するだけの証拠が得られなかったため野放しとなっているという実話を元にしているそうです。制作期間1ヶ月、77分という短い映画ですが、ストーリー展開が早く、ラストの何かの正体が判明した時のインパクトが話題になった映画です。 2. エクトプラズム、怨霊の住む家、2009年。末期がんの息子のために病院近くの古い物件に引っ越してきた家族。息子は抗がん剤の副作用に苦しみ、幻覚を見るようになり、そのうちそれ以上の怪奇現象を経験していくようになる。息子は自分一人で霊を鎮めようとするが、というのが映画のストーリーですが、モデルとなった実際のお話はというと、1986年、スネデカー家が息子のがん治療のため病院の近くに古い家を購入。そこで心霊現象を体験するようになり、地下室から霊安室で使われる機材が出てきたのです。調べてみたところ、この家は葬儀場だったことが判明。超常現象の調査研究家として有名なゴーレン夫妻が調査したところ、子供部屋は棺桶を置く部屋として使われていたそうで、踊る幽霊も目撃されました。1988年にエクソシスムが行われ、現在は幽霊も悪魔もいなくなったとされています。公開前から実話を元にした映画だということを大々的に宣伝し、恐怖を煽り話題となりました。 3. ストレンジャーズ、戦慄の訪問者、2008年。友人の結婚式に出席した恋人が、二人きりで滞在した彼氏の父親が所有する別荘にマスクをかぶった凶悪な犯人たちが、という恐怖のストーリーですが、こちらはいくつかの実話を混ぜ合わせて制作されました。実話その1、昔山岳リゾート地だったカリフォルニア州ケディにある小屋で、1981年4月11日に起こった親子3人と子供の友人1人の4人が殺害された残虐な殺人事件。犯人は未だ逮捕されていません。実話その2、妹と2人きりで留守番をしていた時に、突然訪問してきた見ず知らずの人たちが知らない人の名前を挙げ探していると聞いてきた。後日この人たちは留守宅を狙う泥棒だったと知り、恐ろしくなったという監督の子供の頃の体験。実はその3、カルトリーダーチャールズ・マンソンの起こした事件を解説したヘルター・スケルターという本が元になっています。この3つのエピソードを見事1つの映画のストーリーに構築した見事さで、公開第1週目の週末に興行成績3位というヒットを記録しました。派手なスプラッタシーンはないのですが、じわじわと迫る恐怖がたまらない映画です。いかがでしたか？事実は映画より悲惨なホラー映画の元になった実話をご紹介しました。秋の夜長に実話ベースのホラー映画はいかがですか？ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。